13年前レスリングに打ち込んでいた高校生とプロレスラーを夢見ていた中学生、第26代 GSC ジュニアヘビー級王者石森泰治。なんとか5回という節目に達成できたことは素直に嬉しいです。次の節目10回2桁それを狙って頑張ります。今年1月に王座戴冠、ハイペースで防衛を重ねノアジュニアを牽引する石森が6度目の防衛戦を迎える。あなたのバウト欲しい杉タイトルマッチよろしくお願いします。挑戦者ヨーロピアンテクニシャンダックセイバージュニア、初めてノアを見た14歳のザック少年が描いた夢、それは GSC のベルトをその腰に巻くことだった。つかめジャパニーズドリーム、悲願の GSC 王座戴冠か、ノアジュニアの頂き石森が王座防衛か。セミファイナル GSC ジュニアヘビー級選手権、王者ブレイブ石森泰治対挑戦者ダックセイバージュニア。今年1月に全日本近藤を倒してベルトを奪い5度の防衛に成功、先月ステルクレイジーを激戦の末下したチャンピオン石森泰治、見据える先は2桁10度防衛です。その踊るチャンピオン石森泰治、リバー有明に姿を見せました。鍛え上げられたその肉体、そして腰には GHC ジュニアのブルーのベルトです。今日が6度目の防衛戦、今日ザック・セイバージュニアを倒し、さらにもう一度防衛を重ねると GHC ジュニア史上最多防衛記録鈴木小太郎に並び、さらにもう一度防衛を重ねて防衛記録更新になります。ただ本人は7度、8度、そこは見ていません。ジュニアチャンピオンとしてノアを兼任し、そして2桁勝利 V10 を超える、それを大きな目標にしています石森泰治。テクニさん、ザック・セイバージュニアには前哨戦で敗れていますが、今日この力で挑戦者を下すことはできるでしょうか。リファ有明をチャンピオンの黄色に染める石森泰治、13年前の旗揚げ戦はテレビで見ていました。憧れていたそのマットにチャンピオンとしてセミファイナルのマット立ちました石森泰治です。今から13年前、イギリスから遥か遠く東の日本でプロレスリングノアという新しく素晴らしいマットができたことは、当時中学生のザック・セイバージュニア少年はプロレス雑誌で知りました。以来このマットに立つことは大きな憧れとなりました。2011年初来日を果たし、そしてついにこの高みベルトをも視野に捉えたザック・セイバージュニアがこのチャンスでベルトを手にするでしょうか。ユニオンジャックに身を包み、初めてベルトはグレートブリテンへ渡るか。挑戦者はザック・セイバージュニアです。セミファイナルは GHC ジュニアヘビー級選手権試合です。さて放送席は引き続き解説佐久間和彦さん、そして先ほど試合を終えたばかりの丸口直道選手にもお越しいただきました。お二方よろしくお願いします。はい、お願いします。
丸内さん、今日の試合どのあたりを楽しみに見られますか？そうですね、まあ、お互いがお互いジュニアで、ね、違う特技を持っている選手なんで、はい、それがうまく組み合った時にすげえ試合になるんじゃないかなと。なるほど、はい、佐久間さん、違った特性どのあたりに両者ありますかね？はい、そうですね、まあ、石森はやっぱりこう、ね、飛び道具空中殺法にすごく、ね、武器がありますけど、ザックは多彩な、ね、入り方の観察技がありますから、お互いの、ね、土俵にどちらが持ち込むかというところがかなり鍵になってくるでしょうね。なるほど、2つの違ったスタイルがグリーンのマットでぶつかり合います。主導権を握るのはチャンピオン石森か、挑戦者ザック・セイバージュニアもいつになく気持ちに入った表情です。ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者215番のザック・セイバージュニア、初めてベルトをオーバー海峡の向こうへ運ぶか、ザック・セイバージュニア。赤コーナーチャンピオン185番の石森大地、見据える先は最多防衛、そして二桁防衛、石森大地チャンピオン。石森6度目の防衛戦です。挑戦者ザック・セイバージュニアは2度目の挑戦。2010年イギリスに遠征しました金丸義信に一度挑戦したことがあります。3年ぶり2度目の挑戦、ザック・セイバージュニアです。タイツの後ろにもユニオンジャック、イギリス人レスラーの誇りを持って戦うと話したザック・セイバージュニア、182センチ、身長では石森を20センチ上回っています。一方鍛え上げられたその肉体チャンピオンは石森大治、お互いが手を差し伸べ握手を交わした。クリーンファイトを使ってセミファイナルは GHE ジュニアヘビー級選手権試合です。場内から両者への大歓声。いや、丸口さん、はい、ファンもこの2人の好ファイトに期待感が高まってますね。そうですね、本当にこれは僕も楽しみにしているので、はい、素晴らしい試合になると思います。まずは両者が腕を手繰るようにしてバックを取ったのザック・セイバー、取り返した石森大治ですが、この速い動き、いや佐久間さん、はい、上背があるんですが速いのはこのザック・セイバーですね。そうですね、やっぱこうね、テクニカルな部分というのは石森も非常に警戒していると思いますね。ザック・セイバージュニア、小さい頃からプロレスラーを夢見まして、ノア旗揚げの年にアマチュアレスリングを始めました。そして15歳の2002年にデビュー、この石森大治も2002年デビューなんですが、ザックはデビュー時15歳。あーっと、その柔らかい動き、足を取っていきます。石森をスピードで返していくが、ザック・セイバージュニアも負けていません。バックの取り合い、ザックが取るか、いや石森も逃れた。いや、丸内さん、両者ともに速いですね。はい、そうですね、素晴らしいですね。石森実はこうね、グラウンドのテクニックでメキシコ仕込みのものだったり、アマチュアレスリング仕込みのものだったりというのね、非常に持ってますから ね、今回ちょっと違う引き出しが見られるかもしれませんね。なるほど、両者ともにレスリングの下地があります。さあ、バックを取っているザック・セイバー、ノアと初めて交わったのは2008年6月というザックです。ノアのヨーロッパ遠征で金丸と対戦しました。そしてその2年後、金丸の GHC に挑戦し惜しくも敗れました。あっと、トリッキーなキックから振りほどいて腕をひねっていく、得意の関節技を見せていきます。そして2011年5月のノアヨーロッパ遠征でこの石森と初対戦、その時に石森を下しています。その後ノア初来日初参戦を果たしているザック・セイバージュニア、マジックさん、ザックが来日してこのノアマットで、まあ、はい、練習をする時間もかなりあったと思いますが、マジックさんも手を合わせた一人だと思います。どんな印象を持ちましたか？いや、僕自身も彼と練習するの非常に勉強になるというか、日本ではなかなか見れない試合だったりテクニック、はい、練習でもそうなんですけども、はい、今日も非常に面白い試合になる。なるほど、はい、もうすでに序盤ですが、ザック・セイバージュニアしかやらないような動きがいくつかありますね。そうですね、だから今までのノアジュニアで見てきたような試合とはちょっと違う形になるかもしれません、ね、そうですね、はい、佐久間さん、いわゆるこれがヨーロピアンスタイルの動きと見ていいんでしょうかね。そうですね、やっぱり独特の魅力がありますよね。こう外国人発掘という部分でいうとね、ノアの旗揚げからの歴史の一つでもありますからね。ディープロックしたところ足を捉えました。丸内さん、これは飛んだ方としてはたまりませんね。そうですね、しかも今のタイミングでキャッチするってなかなか難しいと思います、ね、なるほど、はあ、今上がり際を引き下ろされましたね、今。そうですね、そしてフォアダーローが、いや、一緒に返していく。いや、佐久間さん、ファンはたまらない攻防ですね。そうですね、これね、一瞬で決まる可能性もあるような動きがいくつも見られますからね。なるほど、目を離せない試合です。得
ここは石森振り解いて足を取りに行きましたが、ザック・セイバージュニアも1回転して肩をつけに行く。カウントは2つです。目を凝らして見ていきましょう。ロープリッター、しかし飛びついてヘッドスターズホイップしていきました。石森がさあ場外にザック・セイバージュニアを捉えた。石森が飛ぶか、ザック避ける、それを見ていた石森、しかし飛んでいくか、振りつけた。放送席の真ん前、懸垂の要領で登っていきますが、ここで飛んでいった。フランタスイシーが見せました。トップロープを越えていきました。石森大治、もう本当1手2手3手先を読まないと、このなかなか、ね、攻撃も決まらないかもしれないですね。そうですね、はい、そういった攻防、丸藤さんの先輩特許でもありましたが、石森もザックもまた違った動きで、俺より全然たけてると思いますよ。いやそうですか、はい、まあ、そのあたりは謙遜もあるかと思いますが、ただこの石森大治、メキシコ仕込みのレスリングスタイルと、ヨーロッパで使われたこのザック・セイバージュニアのスタイル、まあ、イギリス人でもありますし、佐久間さん、はい、それから戦いを求めてドイツに行ったりと、このヨーロッパで国際マットいろいろ経験してますよね。そうですね、まあ、このね11位のベルトもグローバルという、ね、名がついているのでね、こういう選手がやっぱタイトル戦線に絡んでくるというのもね、畑地からの本当理念の一つですからね、楽しみな試合ですよね。はい、ザック・セイバージュニアの来日はこれが4度目ですが、まあ、期間が長いこともありまして、丸内さん、もっと来ているような印象がありますね。はい、そうですね、一時期はねちょっと体がすっごい細い選手だったり、最近はだんだん体もこう 肉がついてきて重みも出てきてるし、はい、非常に怖い存在です。あ、そうですか。だからこのタイトルマッチまで来たと思います。なるほど、うん、1ヶ月前にこのディファ有明から道路を向かい挟んだ向かい側、有明コロシアムで防衛を果たした石森にマイクでアピールし、その挑戦が認められました。まあ、認めるに足りる実績を作ってきました、このザック・セイバージュニア。ロープブレイクします。イギリスシェーピー島という島の出身です。なんでも羊がいっぱいいる、シープがいっぱいいるというのがシェーピー島という島の名前の由来だそうで、まあ、豊かな大平原が広がっているというふうに地元のことを話してくれました。ザック・セイバージュニア、ロンドンからは電車で1時間程度の場所だそうです。イギリス南部出身です。そのザック・セイバージュニアを対角線に振って、石森両膝で行ったが受け止めた、体勢入れ替えて、あと腕一本で投げてきました。腕だけで投げました。肘を抑える石森大治。さあザック・セイバージュニア休まない、石森も見ている。セカンド、なんということか。佐久間さん、はい、技のテンポが相当速いですね。そうですね、やっぱりこうね、石森がこの後にはこういう動きをするというのはザック研究してて、次の動き、次の動きを仕掛けてきてるんで、これチャンピオンとしてはね、想像以上に苦しい戦いになりそうですね。マルシさん、半テンポ、はい、半テンポ、何か技の切り返しが速いように見えるんですが、そうですね、これでもなかなか読めないですね。そうですか、はい、今もセカンドロープに足をかけた瞬間に足を買っていきました。キックを打ったザック・セイバージュニア。これやっぱ腕の攻めっていうのはフィニッシュの、ね、腕十字につなげる伏線だと思いますし、足への攻めっていうのはね、石森の空中弾を防ぐというね、意味合いもあると思いますよね。非常に理にかなってるわけですね。そうですね、これきついですね。あ、そして腕を捉えていく、手首が曲がる、肘も曲がる、そして捉えて足を打っていく、フィニッシュホールド。佐久間さん、おそらくは得意のジムブレイクスアームバー、それからこの一戦に開発したそのスペシャルバージョン、はい、この辺りでギブアップを狙ってくるでしょう ね、 やっぱこの腕を、ね、最終的には狙ってくるでしょうからね、相手の腕を捉えて手首も決めていくというジムブレイクアームバー。それで一度石森から先月スリーウェイマッチですがギブアップを奪っています。そこへの流れで腕決めを続けていきますザック・セイバージュニアです。まあ、一つやはりヨーロッパ、またイギリスの伝統的な攻め、関節技、ヨーロピアンスタイル、自分の得意技だと、トラディショナルなイギリスのスタイルだと今日試合前話していましたザック・セイバージュニア。さあここも掲げていく、腕をひねる、投げつけて、ここもまた取っていく、脇固めに行く、ロープブレイクしました。昔うちに来てたあのダグ・ウィリアムスのジュニア版みたいな、あ、そうですね、そんな感じですね、はい、やはりダグもそうですが、イギリスの選手というのはこういった動きなんでしょうかね。そうですね、ダグ・ウィリアムス、それがかつてはスミスという選手がいましたね、さあここはザック・セイバージュニア構成です。石森が反抗に出られるか、ここはスワンダイブで狙っていく、流れを切れるでしょうか、ようやく石森の流れになれるか。
西森はねここから続けたいところなんですけど、ザックはもう相手のね左腕という狙いのポイントが絞れてますから、そうですね、流れが多少悪くなってもすぐに取り戻せますよね。なるほど、そこの左手をもう一度掴み直せばという。そうですね、はい、西森ダメージを負ってるでしょうからね。さあ石森攻勢に出るか、相手の体を固定しておいて対角線で飛んでいく、よくさいった。先ほどはこの攻撃受け止められて反撃されましたが、しっかりと打っていった石森です。ニュートラルコーナー上からちょっとスタンプ落としていきます。カウントリング。13年前のあの旗揚げ戦はテレビで見ていたそうです。今思えばそのマットに立つということは考えもしなかったと話した石森大臣、今日こうしてセミにチャンピオンとして立てることは光栄、伝統を汚さない試合をしたいと、そう話した石森大臣。第26代 GHE ジュニアチャンピオン、あっとザックセイバージュニア見ていた、膝を打っていく、あと追いかけてレクラニアットはザックセイバージュニア。さあファンを煽って、しかし石森を狙っている、あとかかとでいった、お互い読み合いですね。そうですね、さあさらに何を狙うか、石森叫んで飛ぶか飛ぶか飛ぶか、飛んだー、ノータッチとベカンコ、ちょっとひねりを入れましたね。そうですね、足痛めたかもしれない、ちょっと今鉄柵に当たる音がしました。今どうでしょう、すねか足首あたり鉄柵にぶつけた可能性がありますか。あとはもともとさっきのジャックの蹴りとかも効いてると思うんですよね。なるほど、コーナー際で食らったやつか。石森が先に立ち上がれるかどうか、ちょっと足のあたりを気にしていました。ただ大丈夫だというようにセコンドにも今合図していたようには見えます。まあ、このあたりは丸藤さんも鉄柵を超えるような技もしますが、かける方も捨て身の意識でいくわけですよね。こういう技を仕掛けるとき、どういう覚悟で丸藤さんその飛びに踏み込んでいくわけですか。いや、もうやっぱりね、自分の身を案ずることなく、はいはい、もうただ相手のダメージを与えるために飛んでいくんですけども、やっぱり危険も伴うんで。そうですね、はい、まあ、丸内さんと言いますとファンは誰もがあの鉄柵に顎をぶつけたシーン、喉をぶつけたシーンを浮かべると思いますけれども、そこまでしてでも勝利をつかみに行くのがプロレスラーという本能で飛んでいきます。さあ石森がここまで押したで、そのままカバーに行く、肩がついている、カウントは2つ、試合時間10分を経過しました。いや、佐久間さん、10分ですが、両選手の消耗度の高そうな、そうですね、試合ですね。それぞれが持ち味を発揮していますよね。ザックはね、多彩な仕掛けから関節決めていってますしね、石森もダイナミックな攻撃で流れを取り戻してきましたから、お互いの武器がいい具合に出てるんでね、この先の1手2手っていうのは勝負のポイントになってきそうですね。なるほど、少なくとも持ち味はそれぞれが出し合ってるわけですね。そうですね、あーここはと返していった返していった、フランケンスタイナーを丸め込んで受け出したが、カウントは2つ、ヘッドバットはザックセイバージュニア、丸め込んでいく、カウントは2つ、しかしひねっていった、もう一度いく、4回目、おっとこのタイミング、あー決まっている、これきついですね、体重をかけていく、ただね、幸いなのがニアロープなんです。ああしかし返した、石森抑えた、石森抑えた、カウントは2、やっぱりあれだけ連続でカウントが入るとね、カウントが分からなくなってきちゃうところもあると思うんでね、かなり危険ですよね。しかしそこが腕を捉えて飛び越えて、そして後ろからとクラッチしようとしたところ、腕しすぎに行くか、いや、こらえた、バックを捉えてタイガースプレックスに行く、丸め込むようにしてカウントは2つ、オースですね、オースプレックス、かつて丸藤選手も使ってましたよね。そうですね、あれやっぱ、ね、カウンターとしては有効ですね、あれ、カウント2つですが、いや短い期間に両者がカウントを取り合う、そしてここで膝を打ちつける、カバーに行くな、石森チャンピオンが抑えて、カウントは2つです。いや、丸藤さん、先ほど15秒、はい、20秒の間に両者何度肩を突き合ったでしょうかね、はい、いや、これ見た目以上にきついと思いますよ、この 体力的に、はい、ね、やっぱあの攻防の間というのは、ね、無酸素状態だと思いますからね、なるほど、こんだけ息が上がっているところに無酸素運動が入ってくるというのは相当きついですよね、はい、さあ石森がまた得意のロープを使った空中を使ったその攻撃、ここはザックが見ていたフォーフィステイを狙ったでしょうか、逆にバックを取ってフルネルソン振りほどいてコーナーを使った丸め込むか、いや投げていったー、すごい角度、フルネルソンスープレックスはカウント2、フ
フルネルソンで自分の鼻がついてるブリッジする人はすごいですね。いやあれなかなか見かけないですね。あのしかもロールスルーからあのスピードで持っていくというのはなかなかないですよね、はい、いやザック・セイバージュニア関節技だけではありません。ものすごいブリッジを見せました。まさにロンドンのタワーブリッジかというようなそのスープレックス。しかしカウンター2つ。さあ憧れた日本のマットでもう一度フルネルソン。とにかくレスリング、プロレスが大好きでした。14歳からしか入れないアマチュアレスリングのクラブに13歳で無理を言っていた。脇固め、脇固め、空中で捉えた脇固め。そして腕を捉える、腕を捉える。危なかった、危ないですね、危なかったですね。今のはジムブレイクスアームバーを狙おうかというところ止まりました。いやザックも今決めに行ったでしょうかね。ちょっと頭を押さえていきましたね、さあザック・セイバージュニアの流れだ。ザックの流れ、タイムとユニオンジャックが輝いている。さあ初めてベルトがドーバー海峡を渡るか、グレートブリテンにベルトが渡るか。赤コーナーに登っていく、飛んでいきますと両膝うまく顔面を捉えた。これはすごいキックだ。2連発で顔面を捉えてカバーに行く。なんとか返しましたが、佐久間さんちょっと作戦バジで動きが止まりましたね。そうですね、一発クリーンヒットしましたからね。ちょっと今目がうつろですよね。西森も腕効いてますね。あ、そうですか、はい、両者手負いの状態で、さあその痛む腕で相手を持ち上げて、最後は今日はレボリューション。あーっと投げに行ったところを決められているか。いや、ここはこらえた。デスバレーボムで突き刺した。カウンター2つ。ただ丸口さん、はい、腕のロックは当然弱まる可能性がありますね。そうですね。さあ先ほどは決まらなかった450スプラッシュ。ここは得意の飛び技でチャンピオンが見せた。膝が待っていた。腕を取った。腕すぎ、腕すぎ、腕すぎ伸びた。完全に伸びた、完全に伸びた。手首の気がついている。サイズをかける。一回転して伸ばしに行く、伸ばしに行く。サードロープに足が届いた。しかし丸藤さん、流れる完全攻撃ですね。素晴らしいですね。ちょっと石森の表情がね、驚きというか、もう自分の武器を次々返されてるんで、ちょっと焦りにも見えますよね。なるほど、石森がペースを掴んだと思いきや自分のペースに持ち込めない。そうですね、丸さん、こういう時というのは焦りというのも試合中そうですね。石森君もね、もうだいぶ技出してますからね。石森が持つこの GHC ジュニアのベルト、丸内さんをはじめ数々のレスラーが名前を刻んできました。現在のチャンピオン第26代石森泰治、6度目の防衛戦。防衛に成功すれば第10代チャンピオン。腕ですね、今のも腕を狙っている。カウンターでザックがキックを打った。カバーに行く。そして右手を捉えたが、ここもロープが近かった。丸内さん、石森の心境になっていただきたいんですが、これだけ気を抜けないというのはどうでしょうか。これはきついですね、佐久間さん、あらゆる体勢から腕が取れますね、はい、そうですね、このタイトルマッチっていうシチュエーションがね、ザックの力をより引き出しているような感じがしますよね。イギリスシェーピー島出身、26歳ザック・セイバージュニア、憧れたプロレスラー、その夢を成し遂げ、そして憧れたノアマットに立つこと、それも成し遂げ、そして最高の夢、チャンピオンへ、今そのチャンスがまさに目の前に到来し、ベルトに片手をかけようとしています。チャンピオンを追い詰め、確信したように今首を縦に振ったザック・セイバージュニアが、ニュートラルコーナーの上から、ここも石森の腕を取っている。なだれ式で何かを見せるか。これを食らった厳しいと、なんとかヘッドバットでいって、ここは切り返した。石森もなるふり構わずみたいな感じで防ぎましたね。そうですね、連続ヘッドバットから、さあ、あーとザック・セイバージュニア反撃にまだ行く力がある。両者がコーナーの上、両者がコーナーの上で倒してからの腕式、腕式、なだれ式でいく、なだれ式でいく。まだまだ腕は離れていない石森、まだこらえている。クラッチして持ち上げたが、もう一度一回転、腕が伸びた、腕が伸びた、腕が伸びた。そして逆の腕を持って、がっちり決まった、がっちり決まっている。ここもロープに逃れた。いやー、何度目でしょうか、佐久間さん。いやー、もうこれね、ザックはもう本当にあと一歩ですよね。はい、なんとかチャンピオンがしのいでいるという感じですね。
阿部さん、石森も自分の位置が分かってるんでしょうかね。必ずロープに逃れる位置で、いやもう分かってなくてももう暴れてロープに行くしかない感じですね。あ、なるほど、チャンピオンある意味最大のピンチと言ってもいいかもしれません。あとキックは交わした、バックに後ろから飛びついて頭を打ちつけた、後ろからのフランケンスタイナー、そして膝を振り抜いた、がっちり押さえてアウト2つ、ダックの意地も肩を上げます。いや、マルチさん、はい、どちらがとってもふさわしいようなそんな試合ですね。いや、そうですね、本当にザックはいつも以上のこう力というか、うん、そういうものを出してますよね。はい、タイトルマッチという大舞台、26歳の若者の力を引き出しています。さあ、レボルシオンを狙っていくか、しかし腕を振り覚えてこの体勢から相手をくぐって押さえた、がっちり押さえた、2つです、ここも2つ。今のもね、関節来るかなっていうね、石森読みもあったと思うんですよ、だからこそ効きましたね。ここは観察で関節ではなくクラッチに行きました、クラッチホールドに来ましたが、しかしカウント2つ、腕が厳しい石森、首を押さえているザック・セイバージュニア。さあ、どちらが攻めにかかるか、両者立ち上がれないまま、しかし気持ちで打撃、張り手の打ち合い、エルボーはザック・セイバージュニア、キックを打つ、連発で打っていく、踊るようにしてキックを打つ、石森返す、ラリアット振り抜いた、チャンピオンの意地か。あの近藤からベルトを奪い取った時を思い起こさせる一発ですね。そうですね、あの時はパワーファイターに力でいった石森、さあ決めるか、抱え上げてレボルシオン、がっちり押さえた、スリーカウント、6度目の防衛に成功しました。ある意味最強のチャレンジャー、ザック・セイバージュニア、リファー有明のマットで沈めていきました石森泰治。リファーター2013、あのテレビで見たノアマット、今チャンピオンとして立つ、ベルトは汚せない、そう話した石森がベルトを防衛しました。しかし両者ともに素晴らしい攻防、将来はフリーのハンドパークが揺れています。丸内さん、今日の試合どう見ましたか。いやー、こんなに振動そうな石森君も初めて見ました。そうですか、佐久間さん、はい、タックの力を引き出し、またタックが追い込んでいく、森がさらにチャンピオンが強い試合見せましたね。いや、そうですね、本当にこのベルトの、ね、魔力といいますか、お互いが素晴らしい力を発揮しましたね。そうですね、見事に防衛したの、あ、そして自ら握手を求めに行きました石森泰治。まあ、今までのなんかノアジュニアにはないような試合だって素晴らしかったですね。いや、もう本当ね、13年、今度14年目に、ね、行くにあたって本当に新たな、ね、ノアジュニアの歴史を見せてくれたなという試合でしたね。ノア、はい、ジュニアにおいては先のタッグリーグ6度目の防衛に成功、ね、で優勝さらわれましてベルトも流出しましたが、マルさん、こういう戦いがまた団体としてジュニアのレベルを上げていくわけですね、はい、そうですね、素晴らしかったですね、あの面白かったですね、はい、マルさん、ジュニアはジュニアにしかないまた魅力があるかと思うんですけれども、はい、まあね、それぞれの個性が本当に強いのもジュニアだと思うし、はい、あの今日は本当個性と個性のぶつかり合いでね、あの歯車が本当に噛み合って、素晴らしい好勝負になってます、はい、チャンピオンが伝統あるノアジュニア、怪我さない試合をしたいと言っていましたが、各地のチャンピオンの目にはどう映りましたか。いやー、もう素晴らしい、素晴らしいです、はい、あのこのまま本当に突っ走ってほしいですね、また。そうですね、はい、石森大臣、佐久間さん、はい、誰が次名乗りを上げるんでしょうか。いや、そうですね、やっぱこれだけの、ね、試合をした後ですからハードル高いですけど ね、 そうですね、さらにそれを上回る戦いを、ね、次も期待したいですね。そうですね、さすがに音楽に乗る余裕はありません、チャンピオンの石森大臣、それだけの死闘を成し遂げ、しかし確かな形、ベルトを左手に持って引き上げた石森。